はいどうも、今回ねアンパッキング2回目、まあ2部屋目に行こうと思います。前回ね夢に見た自分の部屋っていうね、なんか多分小学生ぐらいの女の子の部屋をやりました。で今回次行ってみたいと思います。よろしくお願いします。2004年おう、2004年、さっきの1997年だった2004年、まあ7年経ったって感じだよね。一人暮らしの人の部屋、パソコン、うん、なんだろう、絵が、何の絵だろう、犬かな、犬の擬人化？あれ？豚さんいるね。あの子の7年後か。小学生から7年後ぐらい？小学生だったんかな？多分小学生ぐらいだよね、あれね。なんだろう、一人暮らしになったんかな？じゃあ。なんか他の部屋があんのか。部屋がいくつかあるのか、一人暮らしし始めたって感じかな。じゃあさっきの子が、もう豚さんやるし、リボンないけど。歯ブラシ、こっちかじゃん。歯ブラシ直に置く？歯ブラシ直に置くの？ちょっと待ってね。部屋いくつか見てみよう。まあ、洗面所、お風呂場、キッチンと寝室。うん。っていう感じであるんだね。大学生ぐらいになったのかな、7年、10歳、11、2歳、まあ小学校5、6年生ぐらい、中学校に上がるくらいでだったのかな、さっきのは分かんないけど。まあでもそれで大学生になって一人暮らしかな。これ何、ボンド、歯磨き粉か。え、時間なの。ちょっと待って、なんか嫌だな。字か。お、なんか、なんだろう。この、これってどういうとこに置いとく、こういうとこに置いとくんかな。なんかさ、これさ、なんていうの、なんか、わかんない。デザイナー的な、なんか、あれ？おっと、ラジカセが。これは？ラジカセ、ここでいいかな。上すぎるかな、使いづらいかな。ラジカセが新しくなったね。もうジーンズ、これか。あー、クローゼットね。下の方がいいかな。ちょっと待って、これなんでハンガー落ちてんの。一個かけられる、かけられるね。靴、靴が片方出てきた。靴はまあここら辺にしまっとく。あー、 CD だよねこれね。うん、 CD 聞くようになった。カセットテープじゃなくて。あ、靴出てきた。おっと、ブーツも出てきた。そこに入るかな、これブーツ。もう一個、もう一足。ちょっとこのベッドの上は休憩できないね、ここにあったら。で、ポスター。むるむる？なんか好きなバンドかなんかかな。あー、本。本、あったもんね。本好きなんかな。お、色鉛筆。色の多い色鉛筆。これはマジック的なやつ。ペンかな、なんかのペン。あー、デッサンの本。なんか芸術系、美術系のなんかそういう道に進む感じで、そういう大学かな。縦長は、あ、デスクトップか。足元やんな。ドゴン。あらあら、下着が出てきたわ。
まあ大学生だもんね、それは下着も使うよね。下着はこういう中じゃないとダメだよね。地味な下着やね。わかんないけど、あ、黒いのもあんのね、しっかりね。勝負用かな。もう芸術的なのに進んでるからかな、なんか独特な。3 miles home out here、 なんか映画のポスターかな。 あ、ゲームボーイ、ゲームボーイここに置いちゃおう。 あ、このぬいぐるみも連れてきたんだね。うわ、これそこでいいか。本、本、ちょっと待ってね、変な置き方だけど、ちょっと待ってね。で、消しゴム、カバンかこれ。ちょっと待って、これ机の下置けないの、机の下置けないの。この辺かな、もうカバンか。あら、下着また出てきたわ。次はパンティーですわ。なんか上と合ってないけどいいの。ちょっとしまっとこう。トースターだね。トースター。トースターはまあここでいいか。何、下着とトースター一緒に入れてきたの？ちょっと考えな、もうちょっと入れ方。うん、パンティー多くない？あー、ルービックキューブ。はい。うん。パンティー多くない？まだ上も出てくる。お、すごいな。なかなかいろんな。T シャツハンガーにかければいい。これは何、猿。これもうちょっと上行こうか。じゃあ猿、動物が好きなんだね。でもね、おお、いっぱい出てくんな。いいの、俺勝手にこれ2ほど着ちゃって下着。はい、うん、まあ割とねポン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 行こうかなと思って何これ、これ何、なんかさ、本とさ置く音が違うよね。なんかカコンカコンってプラみたいな音がする。ほら、カシャカシャ。なんかあれかな、そのこのなんかね、パッケージもそうだけどデザインのソフトとかそういうのかな。あ、マウスね、そりゃそうよね。パソコン使うんだもんね。マウスパッドか。じゃあこれちょっと待って、これごとこういけるね、はい、あー、定規ね。0405、電話帳かな。つい本が出てきた。もう本がいっぱいだな。まあまあここね、よし。で、おお、カバン、はいはいね。この椅子ちょっと動かせないんかな。これ机の下にさ、このカバンとか置きたいんだけど、まあカバンとかここでいいか。でもあーね、iPod 的なのもあるのね。じゃあゲームボーイがここじゃダメか。入らないな。あー、どうしよう。じゃあゲームボーイはここでいいや。あー、服ね。はい、T シャツ。ジーンズ。あー、豚さんね。なんか傷ついた。あ、違う、耳が一個折れてる。ここでいいかな。貯金箱ここっていいかな。どうだろう、あんまり良くないかな。あー、この子連れてきたんだ。オッケーオッケー、ルービックキューブを守っとこう。ルービックキューブはお宝で、それを守る。サッカーボールやってんね、サッカーね。サッカーボールどうしよう、この辺置いとこう。これも手帳的なやつかな。お、ハンガー足りないよ。あ、もうここに置く？
上がいいか。もう開くね開くね。おっとブルゾンかな。うん、あれちょっと待って、今重ねられた。あ、重ねられんのね。じゃあ T シャツちょっと上にしようか。まあ出てこなかったらもう一回、これ目覚まし時計みたいな感じかな。うん、 T シャツ、はい T シャツ、 T シャツもいっぱいあるの。まあ T シャツは必要だよね。おお、こういうのはさすがにかけといた方がいいのかな。あー、バスね、持ってきたね。バスタイプだ。おお、エッフェル塔、シャツ、シャツ、ん？パジャマか。あ、パジャマかこれ。パジャマか。じゃあちょっとセットで置いとく。かけなくてもいいよねパジャマなら。あー、これは T シャツかな。これもパジャマっぽいけどな、見た目。そうしたら上下セットなら、あ、パジャマだねやっぱりね。うん、パジャマはもう重ねちゃおう。おう、下着ね、あ、うん、まあいいんだけどさ、俺もよくわかんないんだけどさ、女性はこういうもんなの？下着パンティーの方が多いもんなの？トイレットペーパーが一緒に出てきたよ。ちょっともうマジでこれでいいね。入れ方もうちょっとさ、ちょっと入れ方がなんか変じゃない？この人入らないな、マジかよ。あ、マジか。入らないの。あー、これね、そうね、これ大事やんね。これだって今のこの部屋作った、作っていった時のアルバムでしょ。うん、ズボンも多いね。ズボン多いんならちょっとこれ2段にしようか。お、とりあえず開いたね。ね、下着ってこんなパンティーが多いの？上3つしかないけど。いいの？まあ、洗えばいいのか。待って、ブーツ1個しか着てなくない？いいんか。こういうのをここに入れちゃえばいいんだね。で、サッカーボールをこっちに置いとこうか。あれ、ここ開く？開くけど、これ入れとくか。ね、でこれもうこの子たちでルービックキューブを守る。 OK、 じゃあお風呂場、タオル、タオルはここにかけりゃいいのかな。石鹸、直、うん、あ、これもしかしてこう、これいける？いけんね、いけんね、いけんね。あ、いけんね。おお、いいねいいね。これなんだ、目薬か。なんだ、なんかスースーするやつか。コロンかな、これは。ブラシ。待って、ここは開くんじゃない？開かないのか。あ、これ下だけか、開くの。ああ、そう、これはお風呂場でいいのかな。これなんかシャンプーとか全然、あ、これここに入れられんじゃん。いいじゃん。お、下着出てきた。ちょっと、ちょっとマジで。え、荷造りなんな？急いだ。もうこうしか入れらんないね、多分。もう一個とか出てきたらもう無理だよ。これは、ん？あ、女性用のね。女性の日のやつね。うん。トイレットペーパー、あ、この上置けんの？おお。ペーパーホルダーみたいなのが欲しい。何これ、マット？女性用のね、うん、大事やね。で、そしたらサニタリーがね。もうキッチン用品じゃん。うん、これマットじゃない、分厚いね、なんかタオルかな。あー、これか。え、こんなんでいいの。え、向こうの人ってタオルこんな風にしてんの。え、
合ってるかな、ちょっと合ってなかったらあれだけど、コップ、コップまあ上か、ああ上だね、ちっちゃ、どれが使う、おーシュガー、まあでもここにねえこの IH があるんならこの上がいいよね。これは何、シュガーがこれでしょ、これはじゃあ砂糖、砂糖じゃねえや、両方砂糖になっちゃうね、これ何、塩で、お皿、お皿ここでいいか、でお椀、あ、重ねらんないんだ、あーお椀ね、でお皿ね、うん、まあまあ何個か必要だもんね、これは布巾は一個ここに置いときたいかな、フォーク、ナイフ、逆がいい、はい、スプーン、人が来た時用かな、うん、また出てきたな、待ってどこに置こうか、待ってこれ2段目がある、ここに入れとこうか、じゃあね、汚れて洗ったらこっちに行く、石鹸ね、ハンドソープ、あでこれ洗剤ね、あで殺虫剤、まあそうね、あった方がいいよね、ホットサンドメーカーかな、トースターとホットサンド、ね、パン好きなんかな、でまな板、お鍋はここ、ちょっと待って、え、うん、うん、お鍋はここ、あれなんかなんか位置が変だけど、位置が変だけど、まあいいか。おーっと、でかいのも出てきたね。これ手前に置いて、これ奥にとかできないんか。もう一個ずつか。縦型の IH ってどうなん？使いにくくない？これは油かな？サラダ油。何？ジップロック？何これ、スポンジ、汚ね、スポンジかな、あヘラ、うんうん、いいね、いいかどうかはまああれ、でもなんでこっからキーボード出てくんの、ちょっとキーボードあんならこれ、ここじゃ邪魔だな、こっちにしようか、マジで荷造りをもうちょっとちゃんとしよう、お皿、うん、お椀、あグラスね、うん、グラスあんな上でいいかな、包丁は、あれ包丁、包丁立てはなし、何これ、木べら、スプーン、栓抜き的なやつかな、缶切りかな、あれちょっと待って、スポンジ出てきたよ、ちっちゃいスポンジが、このこれは何、じゃ あスポンジの予備、スポンジストックか、じゃあスポンジストック、おお、ケトル、ちょっと待って、そこに、そんな、なんでだよ、なんでだお前、入らないじゃん、おいおい、ちょっとここでいい、じゃ あこれ入らないんだ、ここやな、ピーラーかな、こうだな、料理で使うやつが手前の方がいいな、あでカップ、まあ置ける、置けるね、奥行きがある、グラスもう一個、うん、
もうこれ重ねらんないの？あ、そう。大きいのとちっちゃいのはもう完全に別海だ。なんで？じゃあ出す順番が違うって。はい。ソルトでけ。お、待って、そうなるとマジでこれなんだ、旨味調味料か。コーヒーかな。ケトルもあるし、おー、ペーパー、キッチンペーパー大事だね、ここかな。スプーンがまだ出てくる、スプーン入れるとこねえ。そう、スプーン入れるとこねえよ、もう。スプーンそんなにいる？おいおい、これどこにしまうよ。何これ、あ、これダメだよっていうのはこうやってなんのか。ダメなのか、じゃあ。ちょっと待って、じゃあ、嘘、じゃあこれ、あ、ダメだよね。まあ表に出しておきたくないもんね。まあわかるよ、気持ちは。じゃあこうしてこうか。もうこうしかないか。待ってね、スポンジ、ちょっと待って、ちょっと石鹸こっちにしよう。でこう、こうかな。そしたらこれもちょっと手前に置こうか。そうだね、ここちょっとあれだな。まあいいか、ここもうちょっと広げてもいいのか。ここが空いてんな。あ、こうすりゃいいか。じゃあ、あ、こうすりゃいいね。で、ちょっと下着隠そう。はい、サッカーボールここに入んないのかな。入るじゃん、こうしようじゃん。ハンガーが1個余ったな。まあいっか、1個余ってもまた服買ってきたらね、使うよね。で、そしたらこうかな。こっちのルービックキューブよりもこっちのね、アルバムを守ってもらおう。そうだね、まあいいかな。まあこんな感じでどうでしょうか。あれだね、ここにいたら寝れないね。こうだね。ここなんか寂しいからこれ前に出そうか。そうね、はい。ちょっと必要なもんだけど隠しとこう。これ、このブラシがちょっと気に入らないけどな。むき出しっていうのかな。まあいいか、しょうがないか。じゃあこんな感じでね、今回はいいかな。前回が夢に見たマイルーム、一人部屋、なんだっけ、自分の部屋だったのが、今度は一人暮らしになったのかな。大学生かなんか、専門学生かな、なんか7年後だもんね。でなんか勉強してんのかな、こういう多分美術系の勉強かな、してるのかなっていう感じで、はい、できました。ちょっとじゃあこれでチキン。やっぱ大学生っぽいな。
授業は月曜日から。私も大学生。お、大学生になって授業は月曜日からってことは、大学入学して一人暮らしになったっていう感じだね。うん、2007年経って。いいね。そう、あれだね、成長日記だね。あの、荷ほどきしながらこのアルバムで、なんて言うんだろう、お部屋をこうアルバムに、自分が暮らしてきた、住んできた部屋のアルバムだね。成長日記です。ちょっとじゃあ今後が楽しみだね。大学生になって、もう次ぐらいはじゃあ大人かな、もう社会人かな。ということで、またね、次回を楽しみにやっていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた。